許さねえ。水に流せ。マッシュ。ごふん、ごふん。ソーリー。はい。ごめんなさい、ちょっと立ちくらみが。心配いりません、疲れただけですから。ああ君、いいところに来てくれた。ローラ様は少々お疲れのよう。お前か。お腹は痛くありませんので。頼みます。 No！疲労に効く薬、ただいま調合いたします。これを飲めばどんな疲れもいっぺんに吹き飛ぶこと受け合いです。あー、ちょっといらっしゃい。いかがか。ありがとうございました。貴様、領事館に何の用だ。ん？その薬、さては偉人どもに頼まれて買ってきたのだな。偉人の手先め、許せん。てめえ、やりー、ちょれ、このちょれ、あがくな、ちょれ、ちょれ、おとなしくしろ、ちょれ、このちょれ、ちょれ、このちょれ、
どうだい？ローラ様はぐっすり寝てるよ。よっぽど疲れていたんだろうね。ところで、明日は剣術大会だそうだね。会場を見に行ってみないかい？会場は大通りの広場に建てられた仮設闘技場だそうだ。ついに完成したか。これはこれは五大老様、明日の剣術大会が待ち遠しいね。うん、いつだって才能の発掘は楽しいものですよ。ちなみに僕の本命はこの侍くんさ。おお、君も出場するのですね。彼はきっと優勝するよ。
美しいお嬢様方三人をお嫁さんにいただくってのはどうだい？これはこれは。すごい自信ですわね。どうだい？僕は賭けにしか興味がなくてね。いや、三人だ。決死ですの？あなたもよなれてきましたね。では何と交換？僕は賭けにしか…君の命です。あ、いいね。面白い。負けたらこの命、五大老様に差し上げるよ。ほほう。本当にいいのですかな？それだけ価値のある賭けだ。乗ったよ。五大老様こそいいんだね。もちろんです。明日の剣術大会が楽しみですな。ワクワクするね。僕が生きるも死ぬも君次第だ。明日は僕のため死に物狂いで頑張ってくれたまえ。それじゃ僕は。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。剣術大会、いよいよ始まるよ。この大会番付には出場者の流派、経歴、漏れなく載ってるよ。えい、これでいいか。また来い。また来い。